猫ちゃんをお誘いするということです。鹿に動物臭いのやろ。あ、鹿肉かあれ、うん、鹿肉。ああ、そっか、うん、鹿肉なんだ。ちゃんと料理すれば美味しいって言うから美味しいんじゃないの。鹿肉のハンバーグ。あ、鹿肉か、うん、ここ全部鹿肉。あ、そうなんだ。地毛系。おお、いいんじゃないですか。フランスなら高級料理ですぜ。熊よりいいか。熊だってちゃんと食べれば美味しいんじゃないの。難しいらしいけど、クマちゃんは。さすがにカラスは誰も止めないしたら、うん、しばらく道なりに進みます。あとはここから70キロぐらいでが次の陸別まで。大丈夫。クエさんだからなかなか元気なんだろう。薬がクエさんの薬だ。薬というよりサプリのようなものでしょ。高いからあまり売れないからあっちに置いてあったんだ。冷蔵庫でないところに。体にいいのならそれにしなされ。運が少ない。割高なんだ。500メートル先、道の駅です。高級だからいいんじゃないの。その前で古い道の駅はこの赤いやつ。まもなく左方向、グレートの道の駅です。道の駅だった。入りづらくて地上でもちっちゃかったのかな。で、あとここに新しくでっかいのだったもん。これさ、昔の道の駅だ。カーナビ昔の道の駅で。駐車場にしたんだ、それで。いいんじゃないですか、使い道があって。抽選するかって言ったら来てほしいからだもん。まあそうそうだ、うん、いいなと思ったら今度誰か連れて誘ってきてくれればいいと思わないと。あんな抽選でさ、どうでもいい部屋にどうでもよく泊めたりするのはパーだぞ、どう考えても。まあそりゃそう、うん、まあそういう宿なんかない方がいい。住みとコアングルつければいい。まあね、それは予算の都合だったんでしょう。多分朝着くからいいんじゃないんですか。
なかったよ。コンビニなかったの、うん、ちょっと喉渇いたからコーヒー飲もうとか入った人もいたかもしれないし、コンビニがなくて弁当屋があったの。弁当屋なんかあったかも。あった。コンビニと普通の弁当屋と、あとロードドライビンだった。ドライビンで食べるか弁当屋で弁当買ってんか、どっちかだった。大抵みんなだからドライビンに入ってた。食べるとこないんだもん。今ならコンビニに止めて食べれるしね。そうだ、コンビニで食べるし、弁当買って車で食べるし、道の駅で食べるし。次は道の駅アシロコ通ったけど、アシロコ通ったってアシロコのアシロコが見えないからな。あるから、アシロコって道の名前つけてて見えないんだもん。ここまでの力だって200キロ走ってきた。だから全部で330キロぐらいあるな、目的地まで。じゃあもう大変だの運転するのは。慣れてる。300キロ走るの慣れてる。300キロってことは函館行っても300キロ、稚内行っても300キロ、釧路行っても300キロ、知床まで行くと350キロ、えりも行っても300ちょっと切れるぐらい。だから大体一回 YouTube で出てくると、その日は出てきた日は300キロ走った。足の家も函館一泊で帰ってくるからないつもな。じゃあ函館まで札幌からも300キロぐらい。まあワールドメントの人が日帰りするしな。お着替えして。300キロは大体5時間、5時間から6時間。
小路、道の駅だ、うん、道の駅のあの右側のちょっとちっちゃい建物みたいなところに高級なレストランがくっついてるんだ、うん、値段高いな、うん、本当の地方からの観光客が入ってたな、うん、まあ美味しいならいいんじゃないですか、全く別のところのちっちゃい別のドアから入ってくる感じで、ね、なってんだ、だからなかなか行く人いないんだもん、道の駅に普通に道の駅にプロって来てそっちのレストランっていうのはなかなかいない、美味しいなら行くと思うよ、評判聞いて、値段高い、最低でも3個くらいだ、高くてまずいなら行かないな、いや高くて普通なら行かないな、高くてもものすごく美味しかったらちっちゃく1回ぐらい入ってみたいな、この鳥の中にも間違いないよ、間違いと言ったってあのどこだかの畑の真ん中にもなんとかっていうレストランあって予約制で結構流行ってるっていうから、ピッカローゼだかビーナなんだかカンタカっていうフランス風の名前のついたマカローゼだったっけ、なんか畑の真ん中にあったらしいですよ、帯広か、帯広だったか妙定山のあたりだったか、あーそこにいるか、カローゼ、まあ人気があるらしいです、美味しいんだろうさ、
しろ、ここなんて来る人いないんだ。どうでもなんもないんだ。1km 先、道の駅です。庭があるんだけど、庭はもう荒れ放題だ。まあ、こんだけ何もないとね。庭から上がって、あの道の駅からその庭を通ってホテルまで行けるようになってんだけど、客いないからな、管理する人もいないんだろうな。湖でも綺麗に見えるんならまだ来るんだろうけどな。見えないんだもん、何もないんだよ、湖もホテルも何もないの。そりゃもないな。まず珍しい湖だもん。だって行けないんだもん、今行く道はあるんだろう。かといって何もない。せめてボートかなんかでも走らせるような考えればまだ。ボート走らせたってお客さんいないから採算合わないんだろうさ。規模がちっちゃいんだけど、池みたいも池よりちょっと湖がちっちゃいから。
方向 1km 先、道の駅です。銀河ホルダー寄らんでもいいな。うん、次はこの陸別さん、まあ陸別なんか食べてんか、うん、いくらでも食べ行くたびに泊まるためになんか食べてるかって言ってるから食べたいだろうさ。でもちんこちゃんが否定するから。だからいいって言ってる人食べるんだ、いくらでも一人で食べろって。君一人で車中泊してる時そんなに行くたび食べたくなるのか。限りがついてる。なんでちいちゃんと一緒の時だけガキレがつくんだい。まもなく左方向、食べろって言ってくらいの一人でいくらでも。ガキレだ。これはその右の方。これ右の方に行くとあかんだ。前マシコだね。マシコだったから力が出てきて。今回はリクエストからこのまっすぐつける。広い木を大きいんだ。陸別はちっちゃいけど、
別に行かないからな。それも銀河ホールまではいろんなところに人が利用するって言うんだけど、こっから先は本当にあまり陸別までわざわざ行こう、スレッズまで行こうっていう人たちが走らない。まあ田舎で何もないところっていうことですね。何もない幹線っていうか、まあ、太い道はあるんだけど、いまいち行くところの目的が限られるんじゃない。